日本古来の伝統漁具をヒントに、さまざまな工夫を加えてルアーフィッシングのジャンルとして現在の形になったタイラバ。もともとマダイが豊富な玄界灘ではタイラバ創生期からポイントが開拓され、多くのアングラーがチャレンジしている。全国的には一つの目標とされる80センチオーバーも玄界灘では通過点に過ぎず、90センチオーバー、そしてメーターオーバーへと夢は大きく広がっている。今回は関西を拠点に活動する田中愛が、そんな玄界灘のモンスタークラスに勝負を挑む。おはようございます、皆さんこんにちは、田中愛です。今日はですね、ここはどこかと言いますと、なんと玄界灘ね、見渡す限り水平線の海のど真ん中にやってきました。今日はね、ここで大きなマダイを釣ろうと思いますので、皆さん期待しててください。今回のルアパラ九州 TV は玄界灘のタイラバをお届けしています。さあ早速釣り始めますね。な、でかいのが来るかね。てかね、まっすぐやね、予想通り。まっすぐ真下に落ちてる。波っていうかね、潮もなけりゃ風もないみたいな。まあまあ、ディープドテラではね、なかなか過酷な状況なんですけどね、まあ、それもこれも釣りなんでね、やるしかないね。とりあえず重たいのでリアクションバイト狙って、ホールのリアクション狙いながら、だけど、あ、当たった。嘘、あかんの。うわ、渋いな。当たった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 。おら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 、追いかけてきたね。田中、早くもヒット。追いかけてきたね。お、何かなこれ、何かな、これ何やろうな。お、当たりやね。一発目やね。着弾、着弾ってやつね、ついて一発目の着弾。けどこれそんなに大きくないけどね、着弾は嬉しいですよね。ね、なかなか楽しい。いやいや、もうなんか朝一ワンターン目ですからね。さすが玄界。いやいや、潮もない風もない、だけど釣れちゃう ね。ちょっとね、ホールで追いかけてきたかどうかは分かんないんですけど、こういう時ね、必要以上に大きいので、大きいヘッドでね、水を潮出してあげて、まあ、リアクションバイトを誘うっていうのもね、一つなんで。まあ私いつももちろん潮行けば重たいのを使わないといけないんですけど、潮が全くない、風が全くない時は重たいのから始めるようにはしてます。おー、上がってきた。よっしゃーよっしゃー。もうなかなかね、よいしょね。ちょっとサイズは限界なんだじゃないけど、朝一一発目のね、ね、一発目着丼、いい感じです。今釣ったルアーがヘッドがビンビン玉の TG234g のファイヤーレッドかな、色は。でこねネクタイがフィネスカーリーのオレンジと黒のまだらのやつ、名前はまだ決まってません。はい、いきます。また同じルアーですか。とりあえずこれで続けてみます。このマーカーが見えてるかな、カメラでね。
ストン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 ってすごい速いでしょ。これ234gのタングなんでね、結構ホールスピードがこれぐらい速いとホールできた魚も下からこう重りが下に行ってね、勝手にかかるという。今まで軽いタングステンとかだったらなかなかね針がかりまでは持っていけなかったんですけど、さすがに200オーバーになると勝手にかかって、ホールできたら勝手にかかっちゃう、でバレない。今までよくバラしてたんですけどね、ホールできたらっていう、ちょっと優位性もあったりでね、何かといいんで、スタートはこういうのからやってもらうと。ちょっと作戦変更です。どうも当たりがあるのが下の方なんで、下から 5,6 メーターやったんで、まあまあ一番ね今塩島もなっちゃってるんで、上の方の魚狙おうと思ってたんですけど、まあどうも魚の数も数が少ないのか、かすって、ああまた来た、あー下から 5,6 メーター、あ来た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 、あー食えよ食えよ、うわーなんで食わへんねん。まあそういう具合に今ね、まあ2回目は上まで来たんですけど、1回目の方が多分追いかけてきたんですけど、下から 5,6 メートルで来てるんで、まあまあ一番塩島の座席になっちゃってるんで、皆さん 5,6 メートルは絶対上げてるんでね、なか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 すり抜けてきたやつが来るから、こうやって針がかりが悪いというかね、擦れてるというかあれなんですけど、はい、ちょっとね今ね座席が塩島ということもあってなかなか釣りづらい、まあ当たりがあって逃げちゃった魚もいるんで、一番、まあ、私が信頼してる一番せこいやつ、はい、セミカイ使ってやりたいと思います。タイラバは着底直後すぐに巻き上げるだけの釣りだからこそ、タイを誘うネクタイの役割は非常に大きい。そしてネクタイを交換したその一投目、よっしゃ来たね、やった田中狙い通りヒット。何匹釣っても嬉しいよね、タイってね。いやこれ全然引かへんね、なんやろ。あ、違う魚ね、ホウボウや。あやっぱりこのネクタイじゃちょっと弱いかもね、タイには。なんとバイトしてきたのはホウボウね、ホウボウね、タイヤと思ってんけど途中引かなくなったからホウボウだったんですけど、やっぱねちょっとね今の状況やったら、うん、セミカーリーはちょっと弱すぎたかな。はい、ルアーチェンジしました。さっきね一番セコイと言われる一番フィネスな感じのセミカーリーを使ってたんですが、どうもやってる時からいやこれちょっとパワー不足やな今の状況でと思って、まあやっと来たんですけど、やっぱホウボウで、まあホウボウの口からまあオキアミとか入ったんで、ちょっとだけまあ波動のあって、うん、シルエットの細い、またはいフィネスカーリーね、このまあこれもフィネスなんで、はい、オキアミとか食ってるやつには、まあシラスとかオキアミ食ってたら多分これで集めて食ってくると思います。はい、当たった当たったよっしゃー、だれーよいしょ、おー結構いくよこいつ、おーめちゃくちゃドラグ出てますわ。竿の曲がり方を見る限り、これはかなりのグッドサイズのようだ。おお、楽しい。ちょっといろんななんか世界史に対してやったかありましたね。ちょっと近づいたかな。ね、ちょっとどころ違うね。だいぶ近づいたね。おーっしゃー。やりました。やりか、
だ。やったやったね。さっきね、ほうぼうやってた時、セミカーリー使ってたんですけど、まあその前にね、このヒネスカーリー使ってて、まあ杭が悪いなと思ってもう2ランク下げて、まあ一番波動の少ないね、そういうフィネスな感じのでやってたんですが、ほうぼう釣れちゃって、なんかほうぼうが釣れたらね、優しすぎるって覚えとってください。ネクタイが優しすぎる、うん、ほんでもう一回ね、カーリー波動がちょっと出るような、まあ強すぎず弱すぎずっていうところやっているとドカンと来ました。今回のルアパラ九州 TV は玄界灘のタイラバをお届けしています。さっきね、ネクタイ、ヒネスカーリーに戻して大きなタイ釣れたんですけどね、あの色をね、朝釣ってた、朝釣ったのはオレンジ と、黒のマダラで、途中あたりがあったのもそれだったかな、ストレートで、でだけどこれオレンジゴールドフレークってちょっとオレンジの濃いめのに金のラメが入ったものを使ってるんですけど、まあ理由はちょっとね、水面にね見てもらったら分かるんですけど、これカメラで映るのかな、ゴミみたいな粉のようななんか汚れがずっとあってね、これね実際ここで見てたら目立たないっていうか、まあ見えるんですけど、 100m 下行くとこれが影になって見えない、視界が悪くなって暗い海になってるんでね、オレンジが好まれてるような雰囲気がしたけど、蛍光のオレンジよりももうちょっとシルエットがはっきりする濃いオレンジで、オレンジゴールドフレーク、それと黒のスカートはまあシルエットはっきりする、まあそんな理由でね、ちょっと後付けで申し訳ないんですが、そんな感じで使ってました。まあちょっとね、そんなね、当たりばっかりで、あ、来た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 、いけ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 、よいしょ。喋ってたら来るって感じだね。これそんな引かない、なんか元気がいい。これ何、フグ、なんだろう、なんだろう、あ、タイヤ、すいません、タイでした、タイでした、タイでした。あー、フグや、フグやと言ったらタイでした。うん、このサイズもね、うろちょろしてるんでね、なかなかこうでかいのだけを取るような波動とか出していくのが今から、はい、課題かな。はい、この子には帰ってもらいます。お願いします。あれよ、おー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 、めっちゃ元気やな。続けて狙っていると、あ、来た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 、よっしゃ。今日はね、波がないからいいんですけどね、波があるときはこれぐらい柔らかい竿だとね、やり取りの時もアップダウンしてもね、でもね、吸収、波を吸収してね、魚のと、まあ、糸のテンションが抜けにくくて、はい、こういう柔らかい竿の利点ってそういうとこにもあったり、あとこのロッドはね、5フィート11インチってちょっと短いと思うかもしれないんですけどね、まあ本来今日風がないんですけど、風がある時 400m、500m出して釣れなかったとき、回収するとき、まあ、テコの原理でね、7フィートの竿と5フィート11インチの竿じゃ持ってる手のにかかる力が変わってね、まあ、あの力のない方、女性の方でもね、はい、軽くこのディープドテラというね、すごい男らしい世界にでも、はい、立ち入れるんで、これさえあればね、すごく簡単に魚が釣れるんで、ぜひぜひ皆さんもよかったら使ってみてください。はい、よいしょ、よいしょ。4つ目、
って言って初めから。これね、だんだんね、前当たりの弱々しさがなくなって、まあいきなり、杭にかかってきてるような、ちょっと潮が良くなってきたのかな。なのでちょっとちっちゃいのもうろちょろしだしたかな。贅沢言えばもうちょっと潮が悪くなったらでかいのだけがうろちょろするみたいなね。でもよくは言っちゃいけません。はい、ネクタイ変えようと、はい、ちょっとね潮が良くなって、サイズを狙いたいんですけど、サイズがねそんなに良くないっていうか、まあそこそこなんですけど、狙いのでっかいサイズのやつじゃなくてちっちゃいのっていうか50センチぐらいのがね、わらわらわらーと活性上がってきちゃったんでね、もちろんね70超える80、90その辺もね活性いいんですが、絶対数の違いでね、どうしても先にね小さいのが来ちゃうんで、ということでちっちゃいのが嫌うカラーをやろうと。でまあさっきオレンジ使ってたんですけど、これねフィネスカーリーのブラック真っ黒、レッドフレーク、それと、セミカーリーのこれはグロ、イカグロっていうカラー、はい、黒とグロね、ちょっとこういうどぎつい、まあシルエットの強い黒、シルエットのきついグローっていうので、まあこれがね、まあどっちに転ぶかやってみないと分かんないんですけど、まあこれでちっちゃいのがさらにちっちゃいのがわわわわ来るのか、まあちっちゃいのが気持ち悪がって来ないのかっていうので、まあそういうね今こう贅沢な時間なので、はい、釣れるだけにでかいのだけ釣ろうと、ちっちゃいのに嫌われるんじゃないかと思って使います。はい、Aサイズや、やっぱり狙い通りやなこれ、ね、大きなね魚がかかったら、まあ簡単なのは相手が引っ張ったら巻かないってことね、それは誰でもできんねんけど、一定のテンション保つっていうこと、竿を使って魚がこっちに走ってきたら同じ竿を曲げる、同じ重量がねこのロッドを持ってる手にかかってるように、まあ、魚が引っ張れば竿を倒してこういう感じ でね、今日なんかねベタ投げなんであれなんですけど、この座席だったらアップダウン強いんでね、そういうのも考慮してまあやっていくと、こう柔らかい竿やとねこうやってタメが効くんでね、急に強く引っ張られてもラインブレイクとかかなり防げると思います。であとこうね、まあ波がないというのもこの三好ってよく揺れるんで、揺れを計算しながらふわっと波の上に上がるときは竿をこのままこのままで、で下がったときに巻く。よいしょ、ありがとうございます。まあめちゃくちゃでかくはなかったけど、とりあえずさっきまで来てたちょっと40センチ50センチに満たないやつはね、はい、回避できました。一緒のままで完全にパターンを掴んだ田中に話題の当たりが止まらない。少し当たりが遠のいてもネクタイの種類やカラーをチェンジして、真冬の水深100メートルの釣りとは思えない驚異的なペースでマダイを釣り上げていく。めっちゃピンクですね。存分にマダイの引きを味わったところで、田中はスピニングタックルにチェンジ。風もね潮もない時はね、ちょっとでも飛ばして広範囲にやるためにもスピニングって結構ねディープエリアでも、あ、来た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 、よっしゃ、実際のところね、この竿で、まあ、これはディープエリアをでキャスティングするための竿なんですけど、120g で下から投げて
まあ、軽く投げてさっきぐらい 50m ぐらいは投げれるんで、まあ、今日も初めての一投なんで、いつも初めての一投ってね投げにくいんですけど、これもうちょっと慣れてくるとズバーンともうちょっと距離出ます。で、まあ、おのずと潮とね風がない時は 80g なんかでも 100m 狙えるんで、 80g ならもっと振り切れるんで、もっと距離稼げます。まあ、その辺ね、まあ、あんまり軽いのを使うと確定まで時間かかるんで、時間のロス考えたりして使ってもらったらいいと思います。ただ潮がない時、風がない時使うものなので、ナステがない時なんで、うん、少々しんどくても釣れるんならっていう感じで、私は結構使ってます。はい、そんな感じで、はい、スピーニングでもねこうやってディープで釣れるんで、皆さんもね潮とか風がない時は投げてみてください。田中はスピニングタックルでさらにマダイを追加。ベイトタックルに戻してもヒットのペースは変わらない。18です、ね、18枚来ました。はい、19匹目です。そしてついに20匹目がヒット。おはたいやった。ちょうど出てるか。はい、はい、よっしゃー、20枚目。はい、いやー、たくさん釣れましたね、今日もね。はい、な感じでね、今日一日タイ釣り楽しんだんですけど、ほんとね数も出て、今日はね2月のこれ18日なんです、実は。だけどね、まだまだ春は遠いんですけど、これだけたくさんのタイが釣ることができました。はい、皆さんもね番組見てすぐ行くともっともっとぬくくなってると思うんでね、はい、皆さんも来てみてくださいね。じゃあ逃がしちゃいます。はい、また戻ってこいよ。これ入った。